伺っていきましょうね。ロンドンの様子を伺います。はい、ロンドンのスミス井上恵子さんと電話がつながっています。恵子さんはロンドンでショーウィンドウやお店を飾るフラワーアレンジメントのお仕事をされています。クリスマスが近づいて、イギリスでは赤い花を使ったアレンジやホワイトクリスマスのイメージで白い花などが飾られ最盛期だそうです。現地は今朝の8時過ぎです。恵子さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速そちらの街の様子ですが、やっぱりクリスマスのムードいっぱいでしょうか？はい、イギリスのこの時期は夕方3時半ごろから暗くなるので、ロンドンの中心街であるオックスフォード通りやリーゼント通りを中心に、毎年違ったデザインのコレクションとイルミネーションが灯されています。大手のデパートではお店全体をイルミネーションで楽しまれて、います、ロンドンが1年で一番美しく見える時期で、観光客でも賑わっていますね。そうですね、まあ、おそらく寒いでしょうけれども、そういう、イルミネーションがあると、ちょっとこう厚着して散歩したくもなりますよね。そうですね。で、街の中はそんな様子ですが、家庭ではどうですか？そうですね、家庭でも寒い時期ですが、いろんな飾り付けが行われてますよ。はい、例えばですね、ドアリース飾りを自分でお作りになったり、買ったりしてドアにかけます。はい、はい、そしてフラアレンジメントはクリスマスの日には欠かせないものなので、はい、万国旗のようなにも紐でつないだりするガーランドも家の中に飾り付けたり、クリスマスツリーももちろんですが、飾り付けます。ああ、そうか。そうするとその万国旗のようにね、紐でつないで、そのガーランドなんかがこう家の中でに吊るさげられたりすると、本当にこう家の中も賑やかですよね、見た目。そうですね、明るくなりますね。香りもとっても素敵です。そして恵子さん、フラワーアレンジメントのお仕事をされていますが、イギリス独特のフラワーアレンジのようなものはあるんですか？はい、もみの木とかヒイラギ、蓋を使って色も赤、白、緑で、白のキャンドルを入れたり、マスボックリとかオレンジ、シナモンなどを入れて、丸型や卵型のテーブルに飾るアレンジメントが伝統的な英国式クリスマスの飾り付けですね。いや、オレンジとかシナモンも飾ったりするんですね。そうなんです。で、やっぱりクリスマスと言いますと赤、白、そして緑というのが定番カラーでイメージされるんですが、これ色には何か意味があるんですか？はい、そうなんです。例えば赤は、キリストの流した血、神愛、キリストの深い愛を表現します。そして緑は永遠の命、神の永遠の愛という意味が込められていますし、春の訪れや強い生命力への願いも込められています。そして白はイギリスのとても純真さや清らかな心を表しています。はあ、飾り付けのそういう、ね、色の分け方にもやっぱそういう意味合いがあるわけですよね。はい、でそうした飾りをですね、イギリスの人たちどんな気持ちを込めて、まあ、あちらこちらにこう飾ったりするんでしょうね。そうですね、基本的にはクリスマスはイエス・キリストの誕生日をお祝いする行事なので、はい、まあ一般的には、はい、日本と同じ無病息災を願って飾り付けをしますね。はい、日本とちょっと違う、ごめんなさい、はい、トニーさんからなんか、日本とちょっと違うところは期間は違うじゃないですか。日本の飾り付けとかは、12月25日で終わるなんですけど、イギリスは1月まで続きますよね。12 days of Christmas って7日までやってますね。そうですか。年が明けてからも、はい、そうです、飾りがあるんですね。続きます。はい、そして
あとヤドキリっていう日本語で言うんですが、こちらでミストルトというのがあって、はい、玄関先にあの吊るす習慣が今も残ってますね。そう、植物なんですね。でヤドリギ。あ、そうです、あのプラントな、そうですね、でそれをぶら下げて、玄関先にぶら下げて、まあ、その下でですね、お互いにあの夫婦やあとペアですね、そういう方々があのキスをすると、家族でもする習慣が今も残っています。なかなか素敵な、家族同士でもキスをするんですね。わざとそんなもの持ってって、スキーの子に追いかける人もいるんですよ。あ、好きな人の下にはキスしてくださいっていう。そう、ヤドリギの下でキスができる、もちろん私はやったことないんですよ。あれ、そんなもう何回もやってるっていうのはお顔してますよ。そうです、携帯ヤドリギがあるわけですね。はい、逃げるしかないですか、嫌だったら。そうなんだ、面白いですね。なかなかね、あの素敵なこう風習ですよね、それ。そうですね、はい、なんとなんと、ヤドリギをね、そう玄関先に飾るという、これまあやっぱり魔除けの意味合いもあるんですかね。はい、あ、そうですね、うん、はい、はい、その他どうですか、どんなものを。はい、あ、そうですね、その他あの例えばヒイラギはその赤い実が幸運をもたらすあの神聖な意味がありまして、あと、あ、悪魔が玄関や窓、あと煙突やキッチンから入ってこないように魔除けとして、あとドアのリースとか、はい、アレンジメントにもあの使いますね、ヒイラギをね。はい、はいはい、あとあのクリスマスツリーは季節の飾りとして、実はあのビクトリア時代にプリンセスアルバートが、全家庭にクリスマスツリーの飾りを奨励したとあの言われています。だからそんなに昔からではないようですね。あのビクトリア時代にプリンセスアルバートとおっしゃいました。プリンスアルバートじゃないですか。プリンセス、失礼いたしました、プリンスアルバートです。ですね、アルバート公ですね。はい、そうです、はい、そのアルバート公が、皆さん家庭でクリスマスツリーを飾りましょうと、まあ、その奨励したと、こう言われてるんですか。そうですね、そういうこともあったんですね。なるほど。そしてあのクリスマス休暇ですが、なんかヨーロッパの方ってたっぷりお休みになるイメージありますけれども、はい、いつ頃から始まるんですか。そうですね、まあ、あの一般的には学校が、まあ、21日まであるところが多いので、その後実家に帰省されたりとか、暖かいところへホリデーに行くお友達もいますし、あのそうですね、まあ、人によって、まあ、今からの人もいれば、あとクリスマスボクシングデーっていうのがあるんですけれども、イギリスには、はいはい、それだけお休み、休日なので、祝日なのでお休みの人もいますので、まあ、いよいよですね、さまざまです、うん、ボクシングデーっていうのは、はい、のプレゼントを送り合ったりする日ですよね。あのそうですね、クリスマスの翌日の12月の26日ですよね。はい、はい、そうです。あのスポーツのボクシングじゃなくて、あのボックス、箱のボックスですよね。してますね。ね、なんていうんですか、教会が貧しい人のために寄付を募ったそのボックス、箱を開ける日だったと、これがまあ起源だとね、はい、言われてますが、そのボクシングデーというね。ですから、そうか、クリスマス、そしてまあイブ、クリスマス、ボクシングデーとこうね、連休になるわけですよね。はい、ね、すごいところはイギリスは24日のお昼ぐらいから、電車の本数が少なくなって、25日は全くゼロで、全くゼロなんですか。全くゼロ、電車もバスもないです。でタクシーが動くとして、あの倍の料金は欲しい。で26日の昼過ぎぐらいまでは何でも動きませんから、その24日のお昼から26日まで動けない。そうなんですね。これチェックしないで遊びに行ったりしたら路頭に迷いますね、観光客は。本当に、ね、あのどこも空いてないし、うん、そう、劇場ぐらいはやるけど、その美術館とかそういうようなところは全くやってません。じゃあみんなご家庭でゆっくり過ごされてるんですね。人捕まりたかったら、あのその日は絶対行って捕まりますよね。絶対家にいます。うん、なるほど。さあ恵子さん、その時期ね、このクリスマスの時期はどうされてるんですか。はい、あの私はあの、
来週もクリスマス特別レッスンとして、はい、リース・ガーランドアレンジメントを教えてますし、あと生け花やクリスマスプリザーブドのレッスンも控えて、まだまだ忙しいんですけれども、まあ、その後は生徒さんたちとクリスマスランチを皆さんでする予定ですので、まあ、それから来年までが私の休暇になります。そのクリスマス休暇のご予定はありますか？まあ、家でゆっくり家族とあと友人で、過ごします、まあ、ゆっくりかどうかは分からないんですけれども、はい、そうなんですね、はい、ぜひ良いクリスマスを、ね、良いクリスマスもお過ごしください。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼いたします。今日トニーさんの手作りの今鳴らしてください。はい、娘が作ってくれたんですよ。シャン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 。